ご苦労様です。今日は私がいつも行ってる塾の生徒が大学に合格したということで、私の後輩になるんですね。はい、今日もちゃころさんに梅田で会えるっていうことで、めちゃめちゃおしゃれにしてきたんですけど、どうですか？どこが変やけど、はい、起きてすぐ来た。いや、結構30分ぐらいかけたんですけど、すごい、はい、で大学行こうとして、はい、これで4月から大学でももうおしゃれ番長としてやっていけるかなと思ったんですけど、どうですか？だいぶやばいけど、はい、だいぶやばいんで、今日はせっかく大学合格して梅田に来てくれたということで、はい、服と髪型え、いいですか？マジですか？はい、ぜひお願いします。じゃあ早速服選びに行く。もう行きます。大学入ったらやっぱ彼女作りたいやろ。やっぱ作りたい。どういう人がいい？やっぱりおちょころさんみたいな。やっぱどういう人？スタイル良くてちっちゃくてみたいな人がいいですね。やっぱりこの服装で。はい、いやこの服装ちょっと厳しいんちゃう？どういう服装の人が好きなの？どっちかというと綺麗めな服装が好きですね。足ちゃうやんけ。結構いつも汚い格好する。汚い格好とかありますか？頑張って選ぶか、はい、楽しみですね。それ一回インしてみて。なんか真ん中前だけですか？わからん。え、でも可愛いと思うけどな。さっきのとやったらさっきのこっちなんです、うん、そうやんな、はい、準備完了。はい、美容室にやってきました。私がよくお世話になってるケア梅田店の中尾さんに今日はやってもらいたいと思います。どうしようもないんですよ、はい、どういう髪型が似合うと思います？パーマとか当てさせてもらったら。パーマ、はい、パーマカットです。いかにパーマカット、はい、早速お願いします。お願いします。普段セットとしてわかんなくて、セットがもうセットも全部もはい、いろいろからちょっと分かりました。一から教えてください。分かりました。シャンプーして、はい、カットから、はい、よろしいですか？はい、大丈夫です。カットいくつ？12月年末。あ、もう3ヶ月ぶりぐらい。そうです、はい、意外と伸びてなくないですか？意外と頑張ります。お願いします。分からず来てしまったって感じです。刈り上げたことある？刈り上げたことはあります。坊主のために？いや、なんで2ブロックみたいな。2ブロック知ってるんや。はい、髪型は2ブロックしか知らないです。パーマ当てたかった？はい、憧れはありました。どんな気分？なんか今日とか大休やった時に結びつけるような棒の気持ち。こんな気分ないなっていう。はい、今日買ってきたアイテムなんですけど、これまずこれどこで買ったっけ？ザラ。ザラです。ザラで買ったサデナニット、ラスト1点やって結構いいなと思ったんでこれにしました。1590円。結構安いんすかね。安いと思う。可愛い。最初めっちゃ大人っぽい感じにしようと思ったけど、意外とこれカジュアル系の方がいいかなと思ってこれにしました。下は薄めのデニム、これは H&M です。あんまり細身すぎない感じでニットに合うかなと思ってこれにしました。これがちょっと安くなってて4999円です。両方合わせて1万円ちょいくらいです、うん、で、革の靴、これもザラ、これが結構ヒールがあるからいい感じに身長も漏れていいかなと思ってこれにしました。8990円。これは着回しができそうかな。綺麗めな靴なんですけど、カジュアルとも合いそうで、うん、カジュアルとも合うし綺麗めな靴をするときも合うのですごく使えるかなと思います。はい、ちょっとアラブの石油王っぽいです。確かに。どうぞ。いや、お待たせしました。めっちゃいいやん。え、いいですか？すごい。ちょっとこっち来て、はい、え、すごい。どう？え、別人やん。今日の最初のあれ何やった？いや、だって今もね、ちゃんと見て話せますもん。
まあ、ありがとうございます。服も似合ってるし、これでカナダできそう。これでもう4月から胸張って歩きますわ。でセットできる？まあいい、頑張、練習して。でも今さ、このさ、はい、服しか持ってないからさ、はい、毎日これ着ていこうとしてる。まあ、そうっす。これは良くないから、はい、今後自分でおしゃれとかも勉強して、はい、病院はここのケア梅田さんに行ってもらって、もちろんもっと垢抜けてください。はい、ありがとうございました。ほんまにありがとうございます。どうですか？いや、めっちゃいい感じだと思います。変わりました。変わりましたよね。めっちゃ変わってます。セットの方法も今日教えてもらったし、はい、今度からぜひ。何でしたっけ、お名前？中尾さん。2回目。ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。え、それで帰るん？もちろん、ずっとこれ行きます。さすがに買って。入学式はどんな格好するの？これっす。これ、はい、スーツじゃなくて？あ、これっす。これない、はい、え、でもスーツにも似合いそうやん、その髪型。あ、確かに。じゃあスーツとこれで2着で2日で回し続けます。今日もありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう変わりました。変わりました。そういう人間ね。そうやんな、はい、これでもう大学生活はもう前見て歩きますね。もう下から頑張って、はい、自分みたいな人がまた動画に出てくれるかもしれない。あ、確かに確かに、はい、この企画がもし外れば他の人も垢抜け企画でぜひやってほしいと思います。生まれ変われるんでぜひ。はい、生まれ変われます。お茶ころの手によって、はい、今回は後輩になる照英を垢抜け企画で生まれ変わらせました。はい、これでまあ何キロ、何キロ、はい、じゃあこの動画がいいと思った人はチャンネル登録。この動画が、じゃあこの動画がいいと思った人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。終わりです。